アルファ、ガルアレルギーは、哺乳類の肉アレルギーとしても知られ、ガラクトースアルファマイナス1、3ガラクトースに対する反応であり、それによって、体は、炭水化物との接触で、免疫グロブリニー抗体で過負荷になっている。抗ガルは、アルファガラクトシルエピトープと呼ばれる、哺乳類の炭水化物構造ガルアルファ1、3GRβ1 から4グレクナック R と、特異的に、 相互作用する人の天然抗体である。アルファガル分子は、類人猿、人、旧世界猿を除くすべての哺乳類に存在する。米国のローンスターマダニやオーストラリアのマヒマダニなどの特定のマダニからの交渉は、この炭水化物を被害者に移す可能性があり、哺乳類の肉製品の消費に対する、この遅延アレルギー反応の開発に関与している。鶏肉、魚、 そして稀に鹿肉などの赤身の肉は反応を引き起こさないため、アルファー、ガルアレルギーのある人は厳格な菜食主義者になる必要はない。アルファー、ガルアレルギーは人がマダニに噛まれる6大陸すべての17カ国、特に米国とオーストラリアで報告されている。米国では中部及び南部地域でこのアレルギーが最も頻繁に発生し、マダニの分布に対応している。 ダニが最も蔓延している米国南部ではアレルギー率は他の場所よりも32%高くなっている。ただし医師にはアルファーガルアレルギーの患者数を報告する義務がないため影響を受けた個人の実際の数は不明。アルファーガルはナインスキャプラリスの唾液にも存在することが示されているがアムマクラトムにはない。アルファーガルに対する 典型的なアレルギー反応は、ほとんどの食物アレルギーで、典型的な急速な発症とは、対照的に、哺乳類の肉製品の摂取後3から8時間で、発生するという、発症の遅延がある。発症が遅れた後のアレルギー反応は、ほとんどの食物アレルギーと同様であり、特に、重度の全身のかゆみ、腎麻疹、血管不腫、胃腸の不調、アナフィラキシーの可能性など、 意気を介したアレルギー反応である。症例の70%で反応は呼吸困難を伴い全息患者にとって特に有害である。アルファ、ガルアレルギーはアナフィラキシーの遅延の可能性を示した最初の基地の食物アレルギーである。また、タンパク質ではなく炭水化物に関連する最初の基地の食品関連アレルギーでもある。牛乳やゼラチンなど肉以外で アルファーガルを含む他の哺乳類製品もアレルギー反応を引き起こす可能性がある。アンリオマ・アメリコナムアレルギーのベクターアルファーガルアレルギーは一匹のマダニに噛まれた後に発症し、米国では欧州ヒマシマメダニ、マヒダニ、トウゴマノダニ、マヒダニ、オーストラリアではイクソオデス・オストレイリンシス、日本ではヒーマフィサーリス・ローンガコーニーズ、南アフリカでは 現在未知だが、おそらくアンリオマヒブレイアム原因とされる。アルファーガルは、類人ザル、旧世界ザル、人には自然に存在しないが、他のすべての哺乳類には存在する。マダニが他の哺乳類を噛んだ場合、アルファーガルは、マダニの消化管に残る。次にダニは、アルファーガルを人の皮膚に注入し、免疫系が大量の胃ゲ抗体を放出して、 外来炭水化物と戦うようにする。研究者はダニダ液のどの特定の成分が反応を引き起こすのかまだ解明していない。2012年の予備調査では米国の西部と北中部で予想外に高い割合のアルファー、ガルアレルギーが発見された。これは未知のダニ種がアレルギーを広める可能性があることを示唆している。この研究ではハワイでアルファー、 ガルアレルギーの症例も発見されました。ハワイではアレルギーの原因と特定されたダニは生息していない。人的要因も示唆されたが、具体的な例は明らかになっていない。アルファーガルは抗ガン剤のセツキシマブ及び静脈内有液の代替品であるポリゲリンに含まれている。豚の腸に由来する抗業血剤及び豚の組織に由来する抗換用心臓弁にも、 アルファーガルが含まれている可能性がある。アルファーガルアレルギーを持つ男性が心臓弁移植を受けた後にアナフィラキシーを起こした例が少なくとも一例報告されている。一部の研究者は外科医が異種移植兵に使用する豚の組織のアルファーガルが臓器拒絶に寄与する可能性があることを示唆している。最近の研究によるとマダニの唾液には アルファーガルが含まれており、唾液は血流に注入される。次に、免疫系はこの外来の糖査と戦うために、イゲ抗体を放出する。この反応の後、同じアルファーガルを持つ、哺乳類の肉を将来摂取することで、アレルギー反応を引き起こす。アレルギー反応の症状は、アレルゲンを攻撃する胃ゲ抗体が多すぎることが、原因である。 肉に対するアレルギーの伝統的なプリックテストは、2000陰性の結果を出す可能性がある。アルファガル検査に対する特定の湯気の測定は、特定の赤新肉に対する湯気検査と同様に、市販されている。セツキシュマブを使用した皮膚及び、抗炎気球の活性化試験は、最も感度が高いが、コストが高いため使用が制限される。ほとんどの食物アレルギーとは異なり、人によっては、 別のダニに噛まれない限り、時間の経過とともに、アルファー、ガルアレルギーが後退することがある。回復には8ヶ月から5年かかる場合がある。これまでのところ、アルファー、ガルアレルギーの患者に対して行われた脱感察の成功は2例のみ。イクソデスホーロサイクリスは、オーストラリアでアルファー、ガルアレルギーの原因となる可能性が最も高い、硬い殻を持つダニの一種。 このアレルギーは2002年にトーマス・プラッツ・ミルズによって米国でダニに刺されたことに起因するものとして最初に正式に特定され2007年にオーストラリアのシェリル・バン・ヌネンによって独立して特定された。プラッツ・ミルズとスコット・コミンズはなぜ一部の人々が抗がん剤接シマブの炭水化物に否定的に反応しているのかを発見しようとしていた。彼らは以前 心筋感染症や寄生虫がアレルギーを引き起こす可能性があるとの仮説を立てていた。プラッツ・ミルズがダニに噛まれてアルファー・ガルアレルギーを発症したとき、彼のチームはダニの交渉とアレルギーの間に関連性が存在するという結論に達した。彼らは哺乳類のオリゴ糖エピトープであるアルファ・ガルに対する意味抗体反応がセツキシブの蒸脈内糖予後の即時、 発症アナフィラキシーと牛肉、または豚肉のような哺乳類食品の摂取故障から6時間の遅延発症アナフィラキシーの両方に関連していることを発見した。アレルギーを専門とする免疫学者のファン・ルネンは、シドニーのダニが発生しやすい地域で臨床研究をしていたとき、25人の患者がダニに噛まれた後に赤身の肉にアレルギー反応を示したと報告した。 彼女は後に、症例数の比較的突然の増加は、2003年に始まった地元の狐の餌付けプログラムの結果であると結論づけた。狐はオーストラリアにもたらされ、地元の先住種であるバンディクート個体数を減らしたため、狐の餌付けプログラムが行われた。しかし、バンディクートがマダニの主要な宿主であることから、その後のバンディクートの個体数増加の予期せぬ影響は、 マダニに噛まれて苦しむ人間の数が増加したことであった。アルファ、ガルアレルギーは豚肉猫症候群に似てているため5人が発生する可能性がある。豚肉猫症候群は通常即時のアレルギー反応を誘発するが、真のアルファ、ガルアレルギーは通常アレルゲン摂取後3から8時間の遅延アレルギー反応を特徴とする。ありがとうございます。